ポッド042より人類の皆様に報告。ただいまよりビデオゲームニーアオートマタのマルチエンディング紹介タスクを実施。以上。はいはい、どうも。日々人類のために戦うアンドロイド、ヨルハ9号 S 型こと 9S と、同じくヨルハ2号 B 型 2B。 早速ですが、ゲームニーアオートマタはマルチエンディングという形式をとっていて、終わり方がたくさんあるんです。そこでこのコーナーでは数あるエンディングを一風変わった形でお届けしていきます。 9S、 まずはもう少し私たちの紹介を。ナイスアシスト 2B さん。僕たちアンドロイドのヨルハモデルにはいろいろタイプがあって、アタッカータイプの A 型、バトラーの B 型、他にも D 型、G 型、H 型、O 型、僕ことスキャナータイプの S 型、他にも隠されたモデルもあるとかないとか。 2B さんの2はそのタイプのロールアウト順の番号になります。私は A 型と G 型を統合した汎用戦闘モデル。そしてヨルハモデルのみ搭載されているこのブラックボックス、実はこれもすごく優れた機能があって。 2B さん、ちょばっ。はいはい、どうも。日々人類のために戦うアンドロイド、ヨルハ9号 S 型こと 9S と、同じくヨルハ2号 B 型 2B。 今日はテレビの前の良い子の一人、愛知県にお住まいの横尾太郎くんから質問のおはがきが届いています。聞いたことあるような名前。よっほん。2つ質問があります。1つ目はアンドロイドのエネルギーは何ですか。1つ目の答え、エネルギーは水。その通り。一般的なアンドロイドは生成水の後継摂取だけど、ヨルハモデルは体内タンクからチェンバーを通して自動的に反応炉へ補給されるんだ。2つ目の質問、アンドロイドに搭載されている OS チップとは何ですか。待って、嫌な予感が。 2B さん、ちょまっ。はいはい、どうも。日々人類のために戦うアンドロイド、ヨルハ9号 S 型こと 9S と、同じくヨルハ2号 B 型 2B。 突然ですけど 2B、 動物に乗ったことはありますか。ない。だと思いました。まずはカバンより取り出したるこのどんぐりを置いてみると、今です。様になってますよ 2B。 たまにはこういう移動の仕方も悪くない。警告、速やかな停止。 2B、 風になりましょう。ヤッハー。ああ、私たちは風だ。あれは 2B、 ストップストップ。我々ヨルハ部隊は最終決戦兵器。人類会議の決定は絶対厳守。210飛行支援ユニットの稼働率の報告。はい、整備班より稼働率 99% の報告を受けております。次 6O、 衛星レーザー兵器はどうなっている。はい、技術班より間もなく再稼働との報告を受けています。何、まだ前回の使用から復帰できてないのか。たるんでるぞ。機械生命体は待ってくれんのだ。急がせろ。はい。いいか、我々ヨルハ部隊こそが人類希望の槍なのだ。そのことを今一度胸に刻み込め。いいな。おっす。はいはい、どうも。日々人類のために戦うアンドロイド、ヨルハ9号 S 型こと 9S と、同じくヨルハ2号 B 型 2B。 実は僕たちヨルハ部隊にはとんでもない秘密機能があるんですが、視聴者の皆さんにこっそり教えちゃいます。もちろん 2B ならわかりますよね。ヒントは、それを実行すると大変なことになっちゃうあれですよ。まさか
この機能を使うとちょっとすっきりしちゃいますね。放熱機能を有するスカートの消失、僕も混ぜてください。え、よし、本気のやつ、いくよ。なあ兄ちゃん、この格好は何？人間は学びを得るとき、制服というジャンルの衣服を着るそうだ。それと兄ちゃんではなく兄さんだ。そうなんだ、さすが兄ちゃん。兄さん、それ面白い。俺も後で読んでみよっかな。それ読み終わったら遊びに行かない？地下に枯れた球根みたいなのがある秘密基地見つけたんだ。兄ちゃん、ねえ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 、兄ちゃん、兄ちゃん、アジが入れ食いか。あれ、兄ちゃんどこ行くの？おい、おい。こんにちは。こんにちは。今日は昼の国、夜の国について勉強していきます。はい。今私たちがいるのは昼の国と言われていて、夜が訪れることはありません。皆さんは夜を知ってますか？知りません。知ってます。夜とは太陽という恒星の光が届かない状態のことで、今のように空からの光はなくなってしまう状態のことです。そして日の光が届かない夜の国にはドラゴンという空を飛ぶ大きな生き物が。私はヨルハ2号 B 型 2B。 今日はお休みの 9S に代わって質問のおはがきを紹介する。質問。人類が地上からいなくなって長い時間が経過しているのに、なぜ建物が残っているのですか？あと 2B さんは暇な時何をしていますか？一つ目の答えは、地球に人類が帰ってくる日のためにアンドロイドが過去のデータから建物を修繕したり新たに作り出したりしている。二つ目の質問の答えは、ポット。釣りを開始。報告。新鮮。新鮮。はいはい、どうも。前回はお休みしちゃってすみません。今日は休んだ分もまとめて頑張ります。ヨルハ9号 S 型こと 9S と、同じくヨルハ2号 B 型 2B。 突然ですけど 2B のために T シャツの柄を考えてきました。え、情報の共有を開始。どうですか 2B？ ありがとう。私もお返しに 9S に合う柄を考えてみた。アメージング、ありがとうございます。こんなのも思いついたけど。わお、司令官にぴったり。じゃあオペレーターさんにはこれでどうですか？私ならこうかな。エクセレント。ちなみにジャッカスだとクールクールですよ 2B。 なんだろう、イメージが湧いてきて止まらない。あなたたちにはあなたたちの理由が、私たちには私たちの理由が。あれ、あなたは確か。私はレジスタンスのメンテ係こと赤い髪の双子型アンドロイドポポルよ。あなたはヨルハ部隊の 9S よね。はい、日々人類のために戦うアンドロイド、ヨルハ9号 S 型こと 9S とは僕のことです。
それでポポルさん、何をされてるんですか？特殊個体の機械生命体情報を共有しようと思うのだけど、 9S、 お時間はある？情報共有は大事です。ぜひやりましょう。じゃあ早速、あなたが見たことのある特殊個体の情報を教えてもらえるかしら。了解しました。ここに特殊個体の情報を書けばいいんですね。話が早くて助かるわ。僕の見たことのある特殊個体は中型四足機械生命体で、森の鹿の群れの中にいて、まるで自身が鹿であるかのように振る舞っていました。もちろんデータを記録した後は破壊しました。なるほど、興味深い個体ね。ポポルさんはどんな特殊個体の情報をお持ちですか？私の見たことのある特殊個体は2体いて、そのうち1体は一般的な機械生命体とは違って、太古の生き物に自分を似せているような大型逆関節の見た目で、口からビームを吐いていたわ。そんな凶悪な個体が。なるほど、興味深いですね。もう一体はどういった個体ですか？こちらも他の機械生命体とは大きく違っていたわ。砂漠地帯で襲ってきたのだけど、戦車型で凶悪な装飾が施されて、アンドロイドを殺すことへの執念を感じる個体だったわ。よくご無事でしたね。それにしても、危険な砂漠エリアにどうしてメンテナンスアンドロイドが出向く必要があったんですか？砂漠に咲くバラを採取しに行っていたの。砂漠に咲くバラ？何かの素材になるんですか？それともまた危ない仕事を押し付けられたんじゃ。違うわ、自分たちの意思で取りに行ったの。実はそれを使って。おい、砂漠のバラで酒ができたぞ。難しい話は後にして飲もうぜ。あなたは？私はレジスタンスのメンテ係こと、赤い髪の双子型アンドロイド、デボル。 9S だったか？もちろん飲めるんだよな。任務中にお酒はちょっと。乾杯。ふわー、ありもしない五臓六腑に染み渡ろう。そういや、こないだ誰かが言ってたけど、酔っ払うと語尾ににゃんってつけるやつがいるんだって。おかしいだろう。それは可愛くてとっても人気が出そうね。お、飲んでるか 9S。 でも寝ちまってんのか。しょうがないやつだにゃん。え、ジャキーン、ここは私たちが何とかする。 9S は救援を呼んできて。て、寝てるし。起きて 9S。 トビー、やっと僕のことをナインズって呼んでくれましたね。とっても嬉しいです。起きろ、起きて。は、寝ていたのか。この状況は。僕に今できることは応援クライダー。あ、頑張れ頑張れデボルさん。あ、頑張れ頑張れポッポルさん。機械生命体をやっつけろ。あ、そーれ、あ、そーれ、あ、そーれ、ナイエス、お願い、このままじゃ。あ、そーれ、そーれ、そーれ、ナイエス、もうダメだ。あ、そーれ、そーれ、やっぱり応援してる場合じゃないかも。もう押せんだよ、何もかも。報告、感度良好。報告、感謝。推奨、定期的な実施。報告、満足。よしよしよし。当ポッドに対する親密度が上昇。よし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 。推奨、陶器に対する継続的なケア。